皆さんこんにちは。まことチャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日はなんと4人の美女でお送りしたいと思います。美女って私が入ってるのはちょっとずうずしいですね。でもピンクレパードという名前で実は舞台も踏んでるんですよ。ぜひゆっくりとじっくりとダンスをご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。はい、ではこれからピンクレパードの4人のメンバーの中の1名をご紹介します。新野美ひろこさんです。こんにちは。ひろこちゃんこんにちは。今日はありがとうございます。本当にまことさんありがとうございます。タンゴ、壁タンゴという名前で やりだしてひろこちゃん何年目ですか？ちょうどまことさんに誘われて1年半ぐらい1年半ぐらいですかね。どうですか今の状況は？本当にヒールで踊ったことがなかったんですけど、まず楽しい、うん、楽しいっていうのと、あとはすごくこう女性性が上がるような感じがしますよね。で本当に誠さんに誘われてこわごわ始めたんですけども、このアルゼンチンタンゴなのに相手がいないっていうのがすごい新鮮でした。そうです。ひろこちゃん、私の動画を見ていただいてやってみたいって、うん、言ってくださったんですよね。そうなんですよ。もう私よりお姉さんの誠さんがこう生き生きと踊られてる。お姉さんっていうの強調しなくていい。お姉さん誠さんが生き生きと踊られてるのを見て、ああ私も何かやりたいなっていうのが本当に思って、しかも12月には舞台に立っちゃった。そうですね、大人になってまさか自分が舞台に立って踊るっていう、またそれを見ていただくっていう、そんな貴重な経験をさせていただいたのが本当に壁タンゴとの出会いでした。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ね、新野美ひろこちゃんでした。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価いただけると嬉しいです。お願いします。